はい、こんにちは、デイガールです。今回はですね、プラッツさんの32分の1オートモービルキットの FC3SRX7 の方を作っていきたいと思います。で、なんとですね、こちらのキット2色あります。ブラックとホワイト。で、こちらのホワイトの方なんですけども、チャンネルメンバーの陽一さんにプレゼントしていただきました。陽一さん、どうもありがとうございます。はい、今回ですね、こちらの2台、いろいろとですね、比べたいところもちょっとありますので、2台とも作っていこうと思います。まずはですね、ブラックの方を作っていきますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、こちらのモデルはですね、先日ご紹介しました FD3S の方とほぼ同時期に発売されたものですね。はい、でカラーバリエーションは、FC3S は3種類ですね。今回はブリリアントブラックを買ってみました。はい、それでは今回も基本的に素組みでやっていこうと思います。まずボディの方ですね。はい、ボディなんですけども、ちょっと傷がありますね。ここにちょっと傷がある以外はすごく綺麗な感じですね。ちょっとだけここコンパウンドかけた方が良さそうですね。ちょっとあんまりかなって感じがしますね。傷と汚れ的なものがありますね。はい、はい、それじゃあちょっとですね、この屋根の、小傷と、まあなんかちょっと汚れシミ的なものがありますので、こんな感じでちょっと、コンパウンドで取れるかやってみたいと思います。使うのは長谷川さんのセラミックコンパウンドですね。あ、はい、かなり綺麗になりますね。いいと思います。ちょっと逆にここだけ綺麗になりすぎちゃう感じがあるので、ちょっと他のところも軽くコンパウンドかけておきますね。担保印刷されてるんで、ウインカーのところとかあまり擦りすぎるとウインカーのですね、色が取れてしまうということが起こり得ますので、まあコンパウンドでボディ磨くのはいいかなと思うんですけども、あまり色のついてるところですね、こういうところ磨きすぎないように気をつけてください。やる場合ですね。はい、というわけでコンパウンドかけることによって、このような形で屋根の方のですね、小傷とか、ちょっとしたシミのようなものも完全に消えましたね。それでは早速作っていきたいと思います。はい、それじゃあまずはフロントのバンパーからいきますね。こちらの、ナンバープレート、3番の方のナンバープレートをつけていきます。で、これはですね、黒いプラパーツに成型色にさらに黒で塗ってあるという感じですね。で、前回の FD はですね、なかなかこの各パーツのはまり方がきつめだったんで、相当ですね、作るとき、こう、ヤスリがけをしながらの作業となりました。ちょっと今回もそこら辺ですね、気をつけながらやっていきたいと思います。はい、そしたらこちらのバンパーに、この、フォグランプ一式のようなものが入ると。ちょっとバリがあるんですね。ここもちょっと取っておきますね。ピタッと入りそうもないので。はい、このような形であらかじめクリア塗装されているクリアパーツを入れることによって、でこのような形でですね、フォグランプとウインカーとスモールランプがですね、それぞれ違う色でこのような形で再現されます。ここら辺の作りはもう本当に素晴らしいですよね。はい、そうしたら次にリトラクタブルヘッドライトの方を作っていきます。これがちゃんと開閉式になってるのがこのモデルの嬉しいところなんですよね。で、これがここにこのようになるんですね。はい、はい、前の方からこのような形で2個はめて、
はい、これでリトラクタブルヘッドライトが完成と。で、これを挟めるようにしてボディにつけると。ここですね。このような形になると。こっちが先ですね。このような形でついて、こうですね。で、これがここにこのような形でつくと。どうかな、ちょっときつそうですね、微妙。はい、ちょっとここの穴広げた方が良さそうです。はい、でこういうちょっと大きめの穴を広げるときはこの半丸ヤスリが便利ですね。半丸の精密ヤスリで、ここのパーツというのは塗装がされてるんで、なんとなくなんですけど、こう塗装の厚み分ですね、きつくなってんのかなという感じがします。で、ここら辺のパーツをですね、無理やり力技で入れちゃうと、まあここら辺ポキッと折れたらですね、もうなかなか直すって言っても大変なので、このような形できついなと思ったら無理をしないでヤスリで穴を広げると。で、もし広げすぎてでゆるゆるになったら接着すればいいということですね。折れるよりは全然いいと。はい、ちょうどいいテンションではまりました。で、ここのパーツの合い具合、これ見てください、ぴったりですね。かなり精度高いと思います。で、ヘッドライトの方もこれピタッと閉まってますね。もうなんか見た感じ、これ開かないんじゃないかなっていうぐらいピタッと来てますね。で、この状態からこういう感じでヘッドライトが開くと。はい、なかなかよくできてるんじゃないでしょうか。はい、はい、でバンパーと、ヘッドライトをつけたら、ここにこのような形で A の4というですね、抜け止めのパーツをこのような形でつけておくということですね。はい、そうしたら次にテールライトをつけていきますね。テールライトもこのような形で担保印刷で綺麗に色分けされてるんですね。ここら辺が本当にありがたい模型です。はい、ここは、テンションぴったりですね。全然きつくないです。ちょうどいいテンションではまります。はい。かっこいいですね。これやっぱ色分けされてるって嬉しいですね。はい、どうでしょうか。で、ここにナンバープレートがつくと。ナンバープレートこちらですね。このパーツについている4番。3番と4番同じパーツじゃないので気をつけてください。後ろが4番、前が3番です。はい、こちらの方も全然きつくないですね。はい、これでリア周りは終了と。はい、そうしたら次にウィンドウパーツですね。ウィンドウパーツは、今回はですね、こちらは、前の FD もそうだったんですけども、ワイパーが別パーツになってます。これですね、ワイパーで、7番がフロントで8番がリアのワイパー。はい、で FD のワイパーはちょっと太いイメージだったんですけども、こちらはそんな太いイメージじゃないですね。ちょうどいい感じに見えます。ただちょっと、なんていうんですかね、細かいパーツになってくるので、組み立ての難易度としては少し難しくなるのかなという気はしますね。はい、こんな感じになります。これ32分の1なんで、ここまでの再現度っていうのはなかなかですよね。はい、すごいと思います。嘘でしょ。マジか。こっちのピンがですね、潰れてますね。ないですね。
はい、ここら辺が個体差なのか、まあ、不良品なのかちょっとよくわかんないですけど、これだとワイパーがちょっと取り付けできないですね。本来ここにあるピンが、なんていうんですかね、これ折れてる跡じゃなくて、もともとなんかないような感じですよね。はい。なので、ここはですね、ちょっとなんとか接着でやっていこうと思います。はい、流し込みタイプを使って、でなんとか接着したいと思います。位置的には本来ピンのあったであろう場所が分かるので、位置を間違えるってことはないと思うので、なんとかしたいとこですね。ある程度くっついてくれれば、あとはウィンドウで押さえるので簡単には取れないと思うんですよね。はい、でリアのワイパーもちょっとつけちゃいますね。ちょっとリアのワイパーはきつくて入らないですね。でちょっとクリアパーツを削るのは怖いので、こちら側の軸の方を削っていきますね。はい、ちょっとここの軸のところ削って、入るまで削っていけばいいですね。あまり、クリアパーツの方は削らない方がいいです。どうですかね、だいぶまだちょっときついかな。はい、大丈夫そうですね。はい、それじゃあこの状態でつけてみますね。で最終的には内装パーツでさらにここ、窓を押さえるような形になるんだと思います。あとはですね、サイドミラーを入れることによってこの窓がですね、さらに下に下がらなくなるということで、まあ、一応ですねこのような形で特に問題ないかなと思います。ワイパーの方もですね、なんとか大丈夫ですね。はい、それじゃあリアウィングをまずつけてしまいますね。ここはきついかもしれないですね。どうかな、微妙だな、ちょっときつめですね。はい、少しだけ調整をして、はい、このような感じですね。はい、ちょっとリアウィングの方もきつかったけど入りました。はい、そうしたらドアミラーですね。ドアミラーの方は、こちらのはですね、ブラックの成型色にブラックの塗装ですね。はい、でここもちょっと入りそうもないので軽くヤスリで広げてサイドミラーをつけていきます。はい、こうですね。はい、というわけでミラーがついてボディの方はこのような感じで完成ですね。今回ちょっとデカールの方は貼らないでやっていきます。はい、それでは次に内装ですね。内装はですね、このプラッツのモデルに関しては、かなり残念な内装なんですよね。ちょっと底上げされている感じの内装で、これはまあ、私の勝手な予想ではですね、中に電飾を仕込みやすいようになってるんじゃないかという気もするんですけども、ちょっとですね、どういう理由でこうなってるのかは分からないです。底上げの内装ですね。で、FD の時もそうだったんですけども、なぜか運転席がないです。助手席はなんとなくこう、椅子っぽいモールドがついてるんですけども、運転席がないと。ここら辺はですね、全くその理由が分からないですね。なんでこのようにしたのかは分かんないです。先ほどのですね、リトラクタブルヘッドライトの構造を見てもらっても、なんかちょっと LED をですね、電飾を仕込みやすい感じに作られてる気がするんですよね。なので、まあ
電飾を仕込んだ際にシャーシとこの内装との隙間を作ることによって電池とかスイッチとかそういったものをまあ仕込みやすくしているのかなという気がしてます。はい、それじゃあこちらの背もたれをこのような形で差し込んで、でハンドルですね、ハンドルをここに差し込んで、はい、ハンドルもこんな感じになるんですよね。はい、でダッシュボードがこのような形になります。はい、こうですね、こんな感じなんですよね。はい、まあ、なので内装に関して言えばですね、ラックプラの方がかなり、いい感じの再現度かなと思いますね。はい、で内装パーツができたらですね、ここの穴3つがここですね、これでウィンドウが、ピタッと止まるようになります。で先ほどのワイパーの軸がここにも入るということで、ここちょっと気をつけてくださいね。はい、そしたら次に下回りを作っていきます。下回りはもう簡単ですね。で下回りのこの再現度がですね、非常に高いのがプラッツさんの特徴ですね。ラクプラは逆にここはですね、もうただもう真っ平らなんですよね。なので、まあ、その再現度の、すごい部分とそうでもない部分が、この2社で大きく分かれると。でバン違いますね、マフラーがここ、あれ RX7 って一本出しだったかな、一本出しでしたっけ。はい、なんとなく二本出しだったような気がしてましたけど、一本出しですね。はい、はい、でタイヤの方はですね、前後で大きさの違いとかはないので4本とも全部同じです。それから今回の、FC3S に入っているタイヤには、あの進行方向はないので、どのタイヤをどこにつけても大丈夫です。はい、それじゃあホイールはこのような形でパチンとはめ込むだけですね。こういう感じで、はめ込んだらタイヤをはめると。はい、そうしたらタイヤが組み終わったので、こちらの方にシャフトでつけていくわけですね。こうですね。はい、それではあとはシャーシとボディをつけて完成ですね。で、一般的な引っ掛けるタイプではなくて、この4本のダボピンがここに入り込む形になります。フロントですね。リアは割と普通の引っ掛けるタイプですね。なので後ろを先に引っ掛けて、で前はダボピンを入れると、はい、こういう感じになりますね。はい、というわけでこれで完成しました。はい、それではですね、ブラックの方が完成したので、ちょっとホワイトの方もこれから作っていきたいと思います。はい、それではですね、まずちょっと気になるパーツを比べてみたいと思います。まずボディなんですけども、はい、やっぱりちゃんとですね、ワイパーのピン2本ともありますね。だから個体差だったのかなと思いますね。こちらワイパーのピンが片方なかったのは、まあ、たまたま成形するときに成形不良か何かでちょっと潰れてしまったのかなと思います。はい、あと気になっていたのがここら辺ですね。これが、ドアミラーなんですけども、黒いランナーパーツを白く塗ってるということで、まあ、こっちは黒に黒だったわけなんですけども、はい、白い場合でも黒から塗ってるんですね。ここら辺はなぜこうしてるのかっていうところがちょっと、はい、謎といえば謎ですね。でこっちは逆に白パーツを白ということですね。はい、それからですね、ホイール、これは、白い方は黒いホイールになります。
で、黒い方はシルバーのホイールということで、なんとなくなんですけども、私の好み的には白にシルバーが良かったかなと思ってます。で、黒に黒の方がかっこいいような気がしているので、まあ、ここら辺は2台あるということで、付け替えができていいですね。はい、というわけで白い方も完成しました。はい、でちょっとですね、作ってて気づいた点として、これ下回りですね、スポイラーとかの関係で同じパーツではないんですけども、下回りのまあその、まあ、これでいうところの模様はですね、FD とFC がですね、全く同じになってます。まあ、これはもちろん実写の方は違うんですけども、こういうですね、適当な作りになってたっていうのはちょっとびっくりですね。はい、というわけで今回はプラッツさんのオートモービルキットの新製品 FC3S の RX7 を作ってみました。プラモデルとしての組み立てる楽しさは残したまま、未塗装でこのようなクオリティで完成させられますので、これからプラモデルを始めてみたい方、昔作ってたけど今はあまり時間がない方なんかにおすすめの一台かなと思います。ラクプラの方ではなかなか出てこないマツダの車ということで、今後はですね、ロードスターなんかが出てくることを期待しちゃいますね。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。